周りの体温と比べて触った時にお尻が冷たいという方、どん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 脂肪や老廃物が蓄積してこのような症状を起こしてしまっていることがとても多いんです。今日はへこんでしまったお尻やブヨブヨのセルライト、まとめて解消する方法をご紹介していきます。というのも、食事制限や運動、ウォーキング、いろいろしてるのになかなかお尻だけは引き締まってくれない、ももじりにならないという方多いんではないでしょうか。実はこれって座りっぱなしや立ちっぱなしをしている現代人にとって、お尻の筋肉だけではなくて血管が固まることによって血流が悪くなったり、どん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 脂肪や老廃物が蓄積してこのような症状を起こしてしまっていることがとても多いんです。全身張り巡らされているこの血管ですが、しっかりとお尻のあたりにも通っています。血流が悪くなっている方というのは、周りの体温と比べて触った時にお尻が冷たいという方多いですね。あなたはどうですか？そこで、どうすればこの血管が柔らかくなって循環が良くなるのかというと、しっかりと股関節を折り曲げるような動きをしたり、少し心拍数を上げるような動きをすることによって血管の中を流れる血流が増えます。そうなるとホースの中を通る水のようなものですから、その量が増えれば増えるほど血管自体の弾力性が増していきます。ですから筋肉と同じように、しっかりストレッチや運動をすることによって血管自体も柔軟性を取り戻すことができるんです。ちゃんと股関節から曲げるということができないと、日常的にずっとお尻を縮めて生活している現代人にとっては、スクワットをしてもウォーキングをしてもなかなか血流が改善してくれないということがよく起きてしまいますから、綺麗なヒップを一緒に作っていきましょう。早速チェックから行っていきます。足を肩幅に開いて手を胸の前に置きましょう。しっかりとしゃがめるところまでしゃがんで、この時に腰が丸くなってしまう方、これが NG です。理想的にはしっかりと腰を反らした状態で一番下までしゃがめたらバッチリ。これができる方はヒップや足のラインが綺麗に引き締まっていきます。エクササイズをした後はかなり感覚変わっているはずですから、楽しみにしておいてください。それではスタートです。背骨を柔らかくしていきます。しっかり息を吐きながら背中を丸めて、吸いながら反らす、深く吐いて吸って、呼吸と動きをつなげていきます。ふう、いいですよ。胸を張ってゆっくり丸める。自分の背骨の動きイメージしてみてください。いいですよ。一個一個柔らかく動かしていきますね。その調子です。深く曲げ伸ばし、スクワット、股関節から曲げていきます。綺麗な足を作っていきますよ。お尻を突き出すように曲げるとヒップに力が入り、足全体が綺麗に締まります。どうでしょうか。足裏、ふくらはぎ、太もも、お尻、全体的に力が入ってますか。あとは下っ腹引っ込めてお腹にも力入れておきましょう。そう、いい感じです。胸張ってナイス。綺麗な姿勢のまま頑張っていきます。その調子その調子、繰り返していきますよ。首や肩の力を抜いてリラックス。次の種目の準備をしていきますね。エクササイズ、このまま一緒に頑張りましょう。さあ、次の種目も張り切っていきますよ。ただし頑張りすぎて呼吸が止まらないように注意は必要です。もちろん疲れてきたらマイペースでも大丈夫。同じ種目でもすぐできる人もいれば、なかなかできない方もいますが、そんなことは重要ではないです。つまり運動するときは人と比べる必要はありません。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。この方がとても大切。休憩中も体に気づきを持っていきますよ。いつもと比べて体が軽い、重い、違いはないですか？どうでしょうか。使っている筋肉は感じられますか？ただポーズを真似するのではなくて、自分の使っている筋肉を感じ取っていきましょう。そうやって意識できるところが増えてくると、どん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 体が美しく引き締まっていきますからね。そうそうそう、その調子。自分の筋肉と会話をしながら、いいですよ。足のラインがさらに引き締まっていきますよ。体重を片方の足に深くかけていきます。片足スクワット、しっかりと体重をかけて
これも股関節から折り曲げる。太ももやふくらはぎだけではなくて、ちゃんとお尻に力が入るところまで曲げていきましょう。少し体を前に折り曲げるようなイメージ。深く息を吐いて、吸って、吐いて、吸って、いいですよ、その調子です。胸張って、胸張って、ナイスです。反対側も同じように深く屈伸をしていきます。股関節から折り曲げていきましょう。目いっぱいお尻を引いて、体重かけた側のお尻、足ギュッと引き締まっていきます。そうそうそう、呼吸できてますか？皆さん見えてますからね。呼吸は止めないように深く長く、息が上がってきても呼吸は止めない止めない。そうそうそう、いいですよ、マイペースに行きましょう。疲れてきたら休憩していいですからね。身長高く美しい姿勢です。足を大きく開いたら横に持ち上げていきます。いいですよ、お尻の横を使ってヒップアップ。ちょうどお尻の横のエクボのあたり、中殿筋という筋肉を使ってます。特にお尻の横にくぼみがある方、やつれている方はこのエクササイズとっても大事。そうです、お尻の横にボリュームを作る、綺麗なヒップラインを作るエクササイズです。もちろん上げてる足もですが、実は軸足側も同じところ、お尻のあたりに力が入ってても OK です。いいですよ、ヒップアップ頑張って。反対の足も上げていきます。バランス難しい時は壁に両手をつけてもらっていいです。ヒップを持ち上げていきましょう。バランスを取りながら足の上げ下げ、これ左右差ないですか？上げにくい方は股関節が硬くなってます。苦手の方はできるだけたくさんやっていきましょう。痛みや詰まりがなければ繰り返して。いいですよ、辛い時はもちろん休憩して大丈夫。バランスが辛い時はこうやって壁掴んでいきますね。いいですよ、お腹薄く薄く、下腹も引っ込めて、お尻もアップ。そうそうそう、深く体重を下に下げていきましょう。曲げた後は左右に揺らして、ヒップアップに効果的。しっかりと深く曲げたら左右に揺らしていきましょう。目いっぱい下へ下へ。余裕がある方はできる限り下に重心下げていきます。辛い時は浅くて大丈夫。しっかりと足裏に体重を感じて、左右の体重のかかり具合、左右差はないですか？両方とも同じぐらい体重かけれますね。そう、いい感じ、いい感じ、ナイスです。お疲れ様でした。頑張ったあなたにプレゼントが2つ、習慣化カレンダーと毎日のストレッチメニューです。ぜひ概要欄から LINE のお友達追加をしてもらって、プレゼントを受け取ってくださいね。動画を見て実践すればみるみる痩せ体質に変わっていく、そんな知識を学べるオンラインサロン、すでにたくさんの仲間が理想の体型を手に入れています。ぜひあなたも概要欄から1週間無料体験をしてみてください。あなたのご参加お待ちしています。